こんにちは、和田康美です。まずね、脂肪を1キロ落とすのに必要なカロリーっていうのは決まってるんですよ。まず脂肪1グラムを落とすのに必要なカロリーっていうのは9キロカロリーです。しかし体脂肪っていうのは2割が水分と言われてます。なので8割落とせばいいんですね。つまり体重1キロ、10グラムを落とすために必要なカロリーというのは10×9 キロカロリーの2割が水分だから 80% 落としてまず体重1キロを落とすために必要なカロリーというのは7200キロカロリー消費することによって体重1キロが減らせます。で、今回マイナス3プロジェクトっていうことなので3キロ落とすのでかける3イコール1ヶ月に、21,600キロカロリー落とせば体脂肪3キロを落とすことができます。そう、21,600キロカロリーをどうやって落としていくかっていうところなんですけど、まずは夜でしっかりと熟睡することによって一晩で300キロカロリー消費できると言われております。で、この夜しっかり熟睡するっていうところが大事で、その前に食べるもの、その前にだからね、夜ご飯に食べるものの種類によって夜にちゃんと熟睡できるのか、夜にちゃんと300キロカロリー消費できるのかできないのかっていうのが決まってきます。だから夜に食べるもの、夜ご飯に食べるおすすめのものっていうのはしっかりと管理することによってまず一晩で300キロカロリー消費することができます。これが30日だから、まずね、正しく寝ることによって正しく熟睡することによって9000キロカロリー消費することができます。ちなみにこれ1キロですからね。だからね、ちゃんとね、良質な睡眠をとることによって1ヶ月で1キロ体重を落とすことができます。つまりこれで9000キロカロリー減ると残りが1,200〜1,600キロカロリー。毎日の食事で落としていく必要があります。これを30で割ると1日の食事で420キロカロリー、今の食生活に比べて1日あたり420キロカロリー減にすることによって、減らすことによって1ヶ月3キロ落とすことは余裕でできます。これぐらい余裕じゃないですか。ちなみにご飯お茶碗1杯分、普通のご飯、普通の盛り方だとだいたい250キロカロリーだし、女性の方でちょっと軽めに盛ってる方、軽めの1杯だとだいたい200キロカロリー前後でしょ。で、例えば甘いもの好きな人多いと思うんですけど、例えばチョコレート1つだと20キロカロリー前後かなっていうところで、毎日の食事で落とした方がいいカロリーは420キロカロリーなんですけど、これを飲食で割るとだいたい半で割るか1食あたり140キロカロリー減らすことによって1ヶ月3キロ落とすことは余裕です。しかもね、お菓子とか食べてる人だったらちょっとね、食べてるお菓子とかは減らしてあげたりとか、ヘルシーなものにしてあげることによって全然余裕でできる数字だと思ってます。ちなみに運動で消費できるカロリーとしては、体重かけるキログラムかける距離
が消費エネルギーと言われてます。つまりですよ、この420キロカロリー、ちょっと計算できないから、400キロカロリーですよ。体重50キロの人が10キログラムの人が400キロカロリー消費しようと思ったら、8キロ走ることによって1日あたりだいたい400キロカロリー消費ができると言われております。大変じゃないですか。そう、400キロカロリー落とすのに毎日8キロランニングすることが必須になってきます。そう、運動でねカロリーを消費しようと思うと結構大変なんですよ。食事をしっかり気をつけてあげる方が3キロ落とすのは楽勝です。ぜひ一緒に1ヶ月間で健康的に3キロ痩せてみせましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。